知られざる世界覗いてみなーい。みんな大好きモフモフの可愛い猫ちゃんたちが実はビビリ屋さんで怖がりなんだって。やんでって思うでしょ。じゃあ知られざる猫の怖がるものを10個ズバリ教えちゃうよ。今回は世界一可愛い猫ちゃんたちがなんでかっていうとよくわからないけれどもガチで恐れてるものを大公開。猫の冒険心をくすぐる、あるいは完全にオフにする、このリストは猫好き必見。あんたのにゃんこもこのリストに載ってるものから逃げちゃうかも。ナンバーワンキュウリ、これはもう有名。後ろから忍び寄る緑の怪物キュウリにビビる猫の動画がバイラルに。驚くことに猫がキュウリを怖がるのにはちゃんとした理由があるんだ。それはね、猫はキュウリを危険なヘビだと勘違いしてる可能性があるんだって。想像してみて、何も知らずにご飯を食べているところにいきなり後ろにヘビがいたらびっくりするよね。実は猫は本能的にヘビとかの捕食者から身を守る反応があるんだ。だから見たような形のキュウリを見た瞬間びっくりして逃げるのさ。それに猫が食べ物に夢中になってる時は一番警戒心が低いから余計にびっくりするんだよね。でもね、これは笑い事じゃないんだ。猫を怖がらせるとストレスを感じたり怪我をする可能性も。だからこの現象は面白いけど実際に試すのはなしでね。ナンバー2、掃除機。お掃除の時間はまさに地獄の時間。まずさ、猫ちゃんの耳は超敏感。掃除機のブーンっていう音が彼らにとっちゃ超巨大な怪獣が近づいてきてるような錯覚を起こさせるんだって。あれ？ゴジラみたいな。んでさ、掃除機がスルスルと動くたびに何かがすぐそこで起こってるって猫ちゃんの好奇心と恐怖心がぐらぐら揺さぶられちゃうわけ。おまけに猫ちゃんたちのテリトリー意識も超強いから、ここは俺の地域だぞ、勝手に暴れんなって思ってるんだろうね。でもね、心配無用。みんなでちょっとずつ慣れさせて、掃除機がただの家具の一部ってことを教えてあげよう。最初はオフの状態で近づけて、この子害はないよって感じでね。猫ちゃんと掃除機、平和共存の未来へ。ほんのちょっとした工夫で一歩踏み出そう。その轟音に耐えかねて、もっとも安全な隠れ場所を求めて逃げ惑う姿は何とも言えないカオス。ナンバー3、水。猫は水が嫌いはもはや常識。水浴び？おいおい、それは無理な話。そんな冷たくて濡れるやつどっか行け。実はね、猫のご先祖様たちは乾燥地帯で生活してたんだって。だから水に慣れる機会なんてほぼなかったんだよ。だから猫は水イコール未知のものって認識なんだね。でもみんなが思うほど全部の猫が水嫌いってわけじゃないんだ。中にはバシャバシャ水遊びを楽しむ猫ちゃんもいるんだよ。ちなみに猫は自分のコントロールが効かない状況が苦手。だから急に水がかかるとびっくりしちゃうんだけど、自分から探検するような状況なら意外とオッケーだったりするんだよね。それにね、猫って自分の体をすごく清潔に保ちたい生き物。自分で舐めてきれいにすることが好きだから、水でガシャガシャ洗われるのは好きじゃないんだって。ナンバー4、アルミホイル。キッチンからの奇妙な輝き。それは猫たちの天敵ホイルの輝く表面。まずアルミホイルのサクサクっていう音、これがもう猫の敏感な耳にはすごく不快らしいんだって。人間で言うと黒板に爪を立てる音を聞くみたいな感じかな。いい、考えただけでゾクゾクするね。それにその質感も猫にとっては超イヤイヤゾーン。ザラザラしてて
歩くときに足にぴったりくっつく感じがどうも苦手みたい。まさに猫版の不快なセーター状態かもしれないね。でもね、面白いことにこれを猫からキッチンを守る方法として使ってる人もいるんだよ。アルミホイルを床に敷いておくだけで猫の侵入防止になるってわけ。賢いよね。これじゃあキッチンを守る最終兵器だね。No.5、 自分の影、自分の姿がなんでそんなに怖いのか、謎は深まるばかり。でも自分の影にびっくりして逃げ出す姿は絶対見逃せない面白さ。実はね、猫は自分の姿を認識しにくいんだって。鏡に映る姿はもう一匹の猫と勘違いしちゃうんだよ。つまりこのテリトリーに侵入者がって思ってるわけ。だからびっくりして背中を丸めたりふしゃーっと威嚇したりしちゃうんだね。でも時間が経つと、あれ？この侵入者全然動かないなと気づいて、そのうち鏡を無視したり自分の姿に慣れたりするんだ。こんな風に猫が自分の姿を怖がるのは本当に彼らの世界では謎がいっぱい。でもその謎解きをする途中で見えてくる猫の新しい一面ってめっちゃ魅力的じゃない？No.6、ドライヤー。これもまた掃除機同様の轟音騒ぎ。風と騒音のダブルパンチで猫は完全に KO。 ところでなんで猫ちゃんたちはドライヤーの音にめっちゃビビるのか知ってる？これ実は科学的な理由があるんだよ。まずね、猫の耳は人間の何倍もの音を聞き取れる超感度イヤホンみたいなもんなの。だからドライヤーのブーンっていう音が可愛い猫ちゃんの耳には超大音量のロックコンサートみたいに聞こえちゃうんだね。そしてもう一つ、猫ちゃんってもともと静かな環境が大好き。だから急に出現するドライヤーの音がまるでサプライズボックスから飛び出すピエロみたいな衝撃を与えちゃうんだよ。だけど面白いことにドライヤーの音に慣れた猫ちゃんもいるんだって。まるで猫ちゃんがスーパーヒーローになったみたい。No.7、新しいもの、新しい家具、それとも新しいおもちゃ。初めて見るものの全てが猫たちにとっては未知との遭遇。慎重にでも好奇心いっぱいで近づくその姿にキュンとくる。新しいものが出現すると、これ食べられる、それとも食べられちゃうってまず疑ってかかるんだって。そう、彼らの中では知らない危険なんだよ。でもね、これにはちゃんと理由があるの。猫ってもともと狩りをする生き物で、自分のテリトリーがすごく大事。だからその安全な空間に未知のものが侵入すると、おっとっと、こいつは友達？それとも敵？ってなっちゃうのさ。さらに面白いのは、猫が新しいものに対してじーっと見つめたり少しずつ近づいたりする様子。あれ、実はめちゃくちゃ計算された行動なんだって。安全性を確かめるんだよね。だからみんなの愛猫がまた何か新しいものにビビってたら、わわーん、今安全チェック中なんだねという目でニコニコ見守ってあげて、そして彼らの小さな勇気をいっぱい褒めてあげてね。No.8、風船。風船がパンって弾ける瞬間、猫ちゃんたちはまるで空中を飛ぶように跳ね上がるほどビビるんだ。その予測不能な動きに猫は完全にお手上げ。他にも猫ちゃんの敏感な毛皮には風船のピリピリした静電気が超不快なんだってさ。想像してみてよ、あなたの髪の毛が急に動き出したらびっくりするよね。まさに猫ちゃんもその気分なんだよ。No.9、おもちゃのロボット。動いたり音を出したりするおもちゃのロボットに猫は戦々恐々。
その未来的な見た目と動きからはどうやら不信感しかないっぽい。その反応はまるで何これ宇宙人みたいな顔してるよね。なんでかというと猫の小さな脳みそにはその動くものが生き物なのかただのものなのかが全然理解できないからなんだ。そしてね、そのロボットの動きが予測不能だったり音がピピッとなると猫ちゃんの謎の物体警戒心がマックスに。もしかしてこの辺りのボスになりうる新しい生き物をとても思ってるみたい。でも実は猫ちゃんたちは好奇心の塊。ちょっと時間が経つと敵ではなく遊び相手かもと気づく賢い子もいるんだよね。そこからはちょっとずつ距離を縮めて最終的には一緒に遊ぶ仲間になったりするんだ。ナンバー10ビニール袋。サラサラと音を立てるビニール袋。その音に一度注意がいくともう目が離せない。でも近づく勇気も出ない。まさに猫のジレンマ。これが猫ちゃんたちがガチで恐れてるもの10個だよ。あんたのニャンコはどれにビビる？